いくぞ GO!4!3!2!1! GO!不安だよな、この2本目は。手の内を晒した後だからな。大丈夫かな、バタカ。それは向こうだって同じだよ。プロジェクト D のドライバー、どれだけ順応性が高くてホームコースの俺たちの方が有利、違いない。それでも一敗一分けは厳しいがな。田園都市線は車の性能差だけでは勝負しにくいコースだからな。プロジェクト D 相手でも十分に勝算があることは一本目ではっきりした。ましてやこの雨、いくら 3BF でも MT 比の低い大出力電動機にとっちゃ優しくないだろう。さすがについてくるか。無理もねえな。こんだけ粘着しなければパワーの半分も使えてねえからな。3VF のメリットがメイクポイントになって足を引っ張り上がる。こっちの手の内は1本目で丸裸だ。小手先の駆け引きは通用しない。行ける時はガンガン攻めるぜ。本当にこれで良かったのかな。長引くのはケイスケにとって不利なんだけどな。雨だとあらゆる負担は人間に来るんだよな。消耗するのはドライバーの神経だよ。ケイスケの集中力がどこまで持つかだな。あいつが今取り組んでる課題をきっちりとマスターするためにはいいチャンスだ。じっくりと走り込んでもらうさ。プレッシャーのかかる実戦の中で生きる技術じゃなければ意味がない。相変わらず厳しいんだよなケイスケには。同じ通勤型車両だが10年全電動編成か。考えたもんだ。やっと出てきたな。隅っこに隠れてるのはお前には似合わない。ヒルクライムはすごいバトルになってきた。成り行きでダウンヒルバトルに突入してる。がっぷりと四つに組んだ1と1のぶつかり合いだ。渡るはよく勝ち負けはともかく、これだけのバトルを演出できればここは満足です。相手はプロジェクト D だからな。本当にすごいよね二人とも。でもね、信彦、勝つのは絶対ダーリンだ。ダーリンは天才だもん。今何にハマってるのか分かりやすすぎるぜ。あいつの8200は2両編成8軸のうち3軸に主電動機を積んだ 3M5T。 3VF 制御は細かなトルク制御が可能で高い粘着性能を発揮するが、濡れたレールでは低い MT 比に大出力をかけられない。だが俺の8500回にはそれがない。 T 車2両を M 車に変えた10両全電動車編成だ。こいつの最大のメリットはどんな状況でも立候補指令すれば10両全40軸から確実に安定したパワーを叩き込めることだ。アベレージスピードの低いコーナーに持ち込める。開示直破制御の戦闘力は確実に 3VF 制御の上を行くんだ。ポイントでしっかり仕掛けてきやがった。やってくれるじゃねえか。だったらこっちもご期待にお応えしねえとな。随分早くに動いたな。凌介、圭介は大丈夫かな。凌介さん、こんなこともあろうかと密かに運び込んでおいた3300。さあ来い。10年越しの日が今凌介さん実現する。俺たちの声が耳に入らないくらい考え込んで。あれは絶対余計なことを考えてる顔だ。負けねえぞ。この展開になればモチベーションの勝負だ。
メンテや改造に不自由しないセミワークスのお坊ちゃん育ちには分かんねえだろうが、気合と根性だけは金では買えないものなんだ。貧乏でも努力したやつが勝ってこそドラマじゃねえか。俺が負けてちゃ盛り上がらねえぜ。たかが雨でそこまでヨレヨレになっちまうのかよ。しょぼいもんだな。勝とうと思えばいくらでもやりようがあってのによ。なんかまともにやり合うことはねえんだな。8500の動きがさっきから少しずつ怪しくなってきて、向こうも疲れてる。そろそろこっちからアクション起こしてみっか。目いっぱいプレッシャーかけて揺さぶってやる。二人ともかなり疲れてきてるんだろうな。そうだと思うけど、ドライバーは集中してるから疲れてることに気がつかないもんなんですよ。一発勝負にピークを合わせて集中力を高めてるんだから、予定外の2本目はかなりきついことです。プレッシャーかけてるつもりだろうが、その手に乗るか。苦しいのは俺だけじゃねえはずだ。ここは我慢比べだぜ。疲れてるから分かるような、もう集中力切れ始めてるってことだから、決着つくときはあっけないと思いますよ。くっ、えらく煽られてる気がするぜ。なぜかな、疲れで俺のペースが落ちてるとしたらまずいよな。もっと突っ込んでかねえと。人間の集中力なんてそう長く続くもんじゃないらしいからな。ギリギリまで張り詰めていられるのは30分くらいが限界だと言われてる。雨で視界が悪いし、レールは滑る。一瞬も気が抜けないからな。集中力が切れたら具体的にどうなるんだ？まず判断力が鈍る。反応が遅れる。ちょっとしたことがストレスになって、2つのことが同時にこなせなくなる。終わるときはあっけなく終わらせる。頑張ってね、ダーリン。負けないで。今日こそいつでも、ダーリンの味方だよ。見境を失ってきた。にしても、あの夏後の面マジムカつく。今じゃ分かるし。な！あんなところに電車クルッピー落ちないくん東急5000系が！いくら、そっちじゃない！いや、落ちないようになってるんだけど、早く向きを変えるんだ。ああ、やろう！何やってんだバカ！何やってんだな！